ファン旅の主役、ニュートスキャマンダーになったゾチンでーす。ゾチンです、ゾチンです、ゾチン、ゾチン、ゾチンです。ルーモス、モノマネメイクファンタジスタのゾチンです。普段はご覧のようにれっきとした女の子ですよ。ここでせっかくなのでニュートスキャマンダーになれるためのメイク法を簡単に説明するよ。まずは二重を平行二重に広げてシワ取りテープで目尻を狭くします。そして目尻にしっかり垂れ目ラインを引いていきますよ。そしてアイブロウペンシルで涙袋の影を目頭から目尻にかけてしっかり作ります。涙袋にはハイライト代わりに明るめなリキッドコンシーラーを軽く塗っていきますよ。以上でニュートスキャマンダーのモノマネメイクの完成です。それではせっかくなのでロンドンを堪能していきたいと思います。まあでもこのままね移動するのは大変だと思うので魔法で移動したいと思います。さあロンドンを堪能しよう。世界だね。でもこれからですよ。今から本番です。僕についてきて。おっとごめん、暗かったね。ルモス、ここがどこだかって僕のお部屋だよ。実は常に僕が持ち歩いてるトランプの中はこんな世界になっていいんだ。それではゾーチンに戻ってニュートスキャマンダーのお部屋を紹介していくよ。実はこちらのセットは実際に映画で使われていたセットなんです。じゃあこの柱はこうトランクを開けた時にこう降りてきてくる柱になっています。じゃあこちらから紹介していこうかな。見て見て見て、これなんだろう、スポイトとかがついてる。何かに使うのかな。発見しました、魔法動物で。こちらの魔法動物はニフラって言ってニュートスキャマンダーのお気に入りの魔法動物でもあります。でキラキラしているものがすごく好きで、もうとにかくお腹に詰め込むっていうあの変わった可愛い面白い、魔法動物になっております。まあね、本当にすごい可愛らしい魔法動物がたくさん出てくるので、もうすごい見どころがたくさんあると思います。本もたくさんありますね。研究に使っている本なのかな。ちょっとカッコつけてみよう。ぽくないですか。うわーすごい、ちゃんと書いてある文字が。そして虫眼鏡、これ虫眼鏡っていうのかな。ちょっと皆さん見ました、こちらの植物。実はニュートスキャマンダーは魔法動物の学者なので、ここで餌を作ったり植物を育ったりしています。実際にこれを使ってカッと切って餌を作ったりしているんですね。すごい。そしてこちらニュートスキャマンダーは世界を旅しているので、よく見るとこれ多分中国のものかな。中国のもの、これよく見るとアフリカっぽいですね。アフリカだったり、これなんだろう、なんかどっかですよね。いやーすごく面白いですね。さあでは皆さん、詳しくは映画を見てのお楽しみです。11月23日、ファンタスティックビーストと魔法使いの旅公開です。ぜひ皆さん見てねー。